はい、皆さんこんにちは。ジャパンユニックスの中野です。ハンダ付けやってみたシリーズ、今日のテーマは IGBT のハンダ付けです。本日のゲストは技術の谷中さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。IGBT やパワーモジュールといえば、最近話題の EV やハイブリッドなど自動車部品の多くで使われてますよね。そうですね。ステアリングやトラクションモーターなど大きな電力を使用するものには必ず使用されております。環境配慮とか注目されてますけれども、重要な部品ですね。今回もまたレーザーとコテでテストしていただいたということで。そうですね。まずはコテ先の実験動画がありますので、そちらをご覧ください。どうぞどうぞ。はい、こちらが実際にハンダ付けした製品です。サンプル基板ではありますが、スルーホールの中に、ハンダがきれいに充填されてますね。 IGBT の基板のハンダ付けに注意点とか特徴があればお伝えください。はい、一番のポイントは熱容量がとても大きいという点です。 IGBT を使用するほとんどの場合が多層基板で、内装に大きな銅箔のグランドパターンがつながっているため、細い小手先ではかなり難しいものとなっております。ただ小手先の温度を上げすぎたり、長い時間接触させているとフラックスが劣化してしまいまして、濡れ不足や角が発生してしまいますので、しっかりとハンダ付けの条件を管理する必要があります。それではレーザーのハンダ付けの実験もご覧いただきましょう。どうぞ。はい、レーザーについてもこちら綺麗にハンダ付けができていますね。レーザーのハンダ付けについても注意点や特徴を教えてください。先ほどグランドパターンが通っていると説明させていただきましたが、ポイントによって回路が違い、熱容量が変わってきます。つまり設定するパワーや時間がそれぞれ異なる場合がございます。たくさんポイントがあるのに、全部条件プログラムが違ったら、実験する谷中さんも現場で運用するお客様も大変そうですね。なのでコテの場合もレーザーの場合も、基板設計試作段階からお客様と相談しながら量産管理を行いやすい提案検証を行っております。谷中さん、本日は解説ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。それではまた。